ダグラス・カメロン・ヘッギーは、スコットランドの応用数学者、天文学者である。エジンバラ大学数学科、数理天文学、元教授。主な研究分野は、構成経歴学である。ヘッギーは、古典的重力 N 体問題のトピックに関して、先駆的な理論的研究を行い、特に3体問題、及びそれに関連する、球状星団の動的進化と、 高性能コンピューティングへの応用に焦点を合わせた。彼が高性経理企学における伝星進化理論を提示した論文は多くの天体物理学の領域に応用範囲を見出した。高性経における衝突の動的進化の現在のパラダイムの創始者の一人である彼は戦士時代の数学と天文学の定量的研究についても根本的な貢献をした。 これらの主題に関して、彼は2冊の本を表した、ザ・グラビテーショナル・ミリオン、ボディ・プロブレム、A、マルチディシプリナリー、アプローチス・スター・クラスター・ダイナミクス・アンド・メガリシック、サイエンス、エンシェント・マスマティックス・アンド・アストロノミー・イン・ロース、ウェスト・ヨーロッパ、スコットランドのエジンバラにある、ジョージュ・ヘリオット・校で学んだ。学部生、大学院生、そして研究員として、トリニティ・カレッジ及び、 理論天文学研究所で10年間過ごした。エジンバラ大学数学部で講師になってから彼の前職歴では、エジンバラが中心となり、プリンストン、ケンブリッジ、京都、そしてワルシャワへの長期の研究滞在もした。1994年に、エジンバラ大学数理天文学教授に任命され、ストラスブールのルイパスツール大学や京都、 大学基礎物理学研究所の客員教授として迎えられ、エジンバラのヘリオットマイナスワット大学で名誉教授の称号を授与された。他の評価指標としては、国際天文学連合の第37位委員会委員長、ロンドン王立天文学会評議会議長、同協会の主要学術士であるマンスリーのオティスズ、オブザロイヤルアストロノミカルソサイティの長年の編集者及び、 ジャーナル・フォー・ザ・ヒストリー・オブ・アストロノミーの編集顧問などがある。ありがとうございます。